国板勝美は、日本の歴史学者、東京帝国大学名誉教授、文学博士。専門は、日本古代史、日本古文書学、号は巨神、エスペラントの普及にも努めた。1935年5月18日に、日本青年館にて行われた、オークス港600年記念祭で講演する国板、勝美。旧大村藩の士族国板。 傭兵の長男として、長崎県そのぎ軍で波佐見村に生まれる。長崎県立大村高等学校の前身である、旧正大村中学校、熊本大学の前身である、旧正第五高等学校を卒業した後、1896年に、帝国大学文科大学国士科を卒業し、帝国大学大学院に入学。同時に、経済雑誌社に入り、 田口宇吉の下で国史体系の工程に従事した。1901年、東京帝国大学資料編纂員となり、翌年、東京帝国大学文科大学講師を職託され、1905年、資料編纂関係東京帝国大学助教授となった。同年、日本古文書用式論により、東京帝国大学より文学博士の学位を授与された。 1908年から2年間、私費で学術研究のために欧米各国に出張し、1919年、資料編纂関係東京帝国大学教授に就任した。翌年、資料編纂官会を退任し、東京帝国大学教授専任となる。1935年、東京帝国大学教授を退官。同大学名誉教授の称号を受けく。 翌年、史跡調査の途中、群馬県高崎市で倒れ、10年間の闘病生活の末、東京都渋谷区の自宅で死去した。去年73、第4回世界エスペラント大会に参加した黒板勝美。左端は新村で、東京帝国大学で34年教鞭を取り、多くの行進を育てるとともに古文書学の体系化に当たった。そのことは、 小僧院文書の調査の開始や、当時、今後ポージ等の古文書の整理や、資料編纂係の第二本古文書の編纂を主催したことに現れている。また、国史体系、俗国史体系、国史体系六国史、国史体系類似国史に次いで、1929年から新定造保国史体系の編纂に着手し、日本史研究の基礎資料たる古典籍の普及に努めた。 他に、学者としての業績は多岐にわたり、古社寺保存会、史跡名称天然記念物調査会、国宝保存会、重要美術品等調査委員会、朝鮮総督府宝物古跡名称天然記念物、保存会、法隆寺国宝保存会等の委員を務め、文化財の保存に尽力した。また、1934年、独力で、 日本古文化研究所を創設してその所長となり、藤原系アートの発掘調査を指導し、藤原系調度院の規模を明らかにした。1936年には、国士館と仮称される国立の歴史博物館と研究室を兼ねた機関の設立の構想が具体化されたが、黒板の病、そして死去によって、この構想は実現することはなかった。 皇室関係の業績としては、1924年に臨時五歴代史実交際委員会の委員となって、長慶天皇の即位を明らかにし、同年、臨時東山五分子取り調べ係の食卓となり、巨物の整理をした。また、社会的事業に目を向けると、聖徳大使法参会や吉野神宮法参会を設立した。さらには、1906年に、 日本エスペラント協会を設立し、欧米留学中の1908年には、ドレスデンで開催された第4回世界、エスペラント大会に、初めての日本代表として、新村でと共に参加するなど、エスペラントの普及に力を注いだ。黒板の性格について、文科の坂本太郎は、一見合法であると共に一面最新であり、活動の場は、体制側にあることが多かったが、 性格としては、在野的な傾向が強かったとし、黒板の同僚であった辻善之助によると、博士の資質は、方端にして、活発達、楽風も、また同様で、その諸説は、国史の対局を捉えるものが多い。ところが、多大の力を傾注した、国史体系や、大日本古記録の工程事業では、博士は、極めて最新秀密であって、字に、 やや神経質的に見えるくらいであるとしている。ありがとうございます。